ジオマトリクス社の輸送車両を襲撃してくれ。目標は軽武装型の通常輸送車両。情報部の調査報告によると高速輸送路 T20 を通過する予定だ。このルートは通常同社が利用する輸送経路とは大きく異なっている。おそらくはジオ社の新型技術に関連したものだと思われる。輸送車両を破壊して輸送物資を奪い持って帰ってきてくれ。強奪が不可能な場合は破壊しろ。それが今回の任務の最低条件だ。必ず遂行しろ。目標地点に到達。本機は作戦領域より離脱する。レイブンだ。何としても行け。どうやら回収は不可能なようです。破壊してください。